はい、本日は PS4 版のスター・ウォーズ・バトルフロント2オンラインをやっていこうかなと思っております。なんかスイッチがおかしいな。ちょっとお待ちください。どうも。あ、どうもどうもどうも。タバさんかな？あ、戻った。カウントが戻りましたよ。タバさんもう一回なんか打って。何 でもいいんだけど、たまにチャット出ねえときあるんだよな。チャット出ないときはちょっとね、ブラウザ、パソコン側のメモリーがいろいろあれな感じで、再起動させないといけないかもしれない。今日はちょっと昼間やったんですけど、1回目、ロードバグに遭遇して、配信をやめて、で、2回目ですね。2回目も最後、これで終わりにしようって言っ太郎さんて、だぞ。あ、出た出た、大丈夫です。ありがとうございます。これで終わりにしようって言ったら途中で、サーバーからさよならさせられるっていうね、そんななんかいろいろあれな感じでしたね。なんだろうね、なんだろうね。この日本時間夕方ぐらいの不安定さは何なんだろうね、あれ。ちょっと地獄でしたね。なんかやる気を失わせる、そんな感じですね。あれですよね、なんかサーバーがすでになんかこのゲームの末期臭を撒き散らしてるっていう、最も、なんでしょうね、メーカーがやってはいけないことを平然とやってのける、それがいいえっていう感じですよね。だからなんだろうな、本当もうしょっぱなですけど、やっぱり家にはスター・ウォーズ手見放ましてほしいたですね。よ。あら、唐突に落とされてましたお 落ね。ちあたんら。だよ、落ちたんだよ。人がドラえもんの空気砲で遊んでるときに、ひでえ話だこれみたいなね。だからね、やっぱり、なんでしょう。まあ、ただ、大人数っていうとね、なかなかできるところがないのが現状なんですけど、昔だとね、すごい、また、いつもの話になっちゃいますけど、ジッパーっていう会社があって、TPS 作った会社、TPS ゲーム作ってた会社なんですけど、そこにね、作らせてほしかったんですけど、ジッパーは、ソニー直下のスタジオで、潰れてしまいまして、今ね、違う会社で残っちゃいるんですけど、多分無理でしょうね。というのもあるんで、大規模、この大人数でゲームをっていう風になると、なかなか候補いないんですよね。UBI とかいますけど、UBI に多分、大人数オンラインやらせたら、ろくなことになんねえだろうなっていうのもあるので、なかなか難しいとこではありますよね。飛んだ、今、飛んだ？これさ、上にいてもフラッシュかかっちゃうの微妙じゃね？これどっちがどっちなの？ちょっと これだな、3人いっぺんに同じ方向に飛んでくれたら、もしかしたらいい映像が撮れそうですね。 もうなんか映像を撮ることを考えるとか、ちょっとあれな感じですけどね、なかなか面白そうな感じですよね。レフト上げ、上にいんだよな。おお、どういうことだ。なんか味方が俺を撃ってた気がするのは気のせいかな。ん、ちょっと待ってね、パーティー組んでねえや。お前うるせえよってなってんのかな？なんかボイスが聞こえるのか聞こえないのかすげえ微妙なんですよね、このゲーム。ドリフ再現ね。なんかもうゲームの趣旨変わってきてる気がするんだよな、いろいろ。じゃあやりましょうか。ポンポン。痛い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 。痛いよ、痛いよ。やられちゃうんだよね。1残った。これやっぱあんのかな、ダメージ最も入る部位って。なんかね、ありそうなんですけど探れねえんだよな。で、今回なんですけど、スペシャリストはですね、カードチェンジをしまして、すごい残念なお知らせなんですけど、味方にレーダー共有しないっていう選択をちょっと取ってみました。ちょっとね、その他を入れたいとどうしても枠的に余りがないんですよね。
人が限界だな、おい。あ、ほんとね、一冊できればかなり化けるんだけどね。化けるっても一発だからね。バンガード、バンガー、微妙ね。バンガーより弱いよね。なあ、もうもう相手にストレスを与えて倒す。でも今のところそれぐらいしか本当ないよね、これね。やってる側楽しいんだけど、キル数は激減するっていうね。なかなか味わい深い武器ですよね。痛い、倒せないんだ。これね、なかなか飛ばせないんだけど、飛ばすだけなんだよ。どうしたらいいかな、これ。これじゃなきゃね、このインフィルに空気銃つけてくれたらいいんだけどな。ただね、永遠時間中撃てますよだと、結局なんだろう、その時間中ね、ポンポン転がすだけっていう、また不毛な不毛な武器になっちゃうんだけどね。痛い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 。なんかみんなさ、空気銃で撃たれると逃げるのはなんでなんだろう。なんで一旦逃げちゃうんだろうね。あれがちょっと不思議なんだよな。わあ、ジジイだ、痛い。名前がすげえんだかすごくねえんだか全然わかんねえな。いやーね、ほんと、なんでしょうね。なんだろうね、この武器。あれなんだよね、あの、短期特攻はダメなんだ、やっぱ。うまく使うんだったら。うまく使うんだったら、密集した場で、味方と一緒に混じりながら空気をぶっ放していくっていうのがね、一番正解ですよね、きっと。あー、ダメですね。まあでも、おじいちゃんエピックにしとくのは、うん、正解だと思う。絶対俺は使わないけど。まあ好き嫌いありますからね。なんかおじいちゃんになんかそういう愛着は湧かねえんだな。あ、クソじじい飛ばしてやりたいよね。あいつピュピュ逃げちゃうのが問題なんだよな。お、横いた。ここでさ、食らっちゃうともうちょっと微妙だよね。だってエイムしてないんだもん。せめてあの、見てほしいよね。見てビリビリするんだったらわかるけど、見てもねえのに当たっちゃうのすげえ、なんかもやるよね。あ、倒した倒した、よしよしよし。どう、やっぱ瀕死じゃないと無理っぽいですよね今。多分もうゴミくずぐらいのヒットポイントしかなくて、最後空気銃だったのかな。ただインフィルからの空気銃の持ち帰って結構早いですね。痛い、もうすぐじいさんだよ。やっぱあれなのかな、撃たれる、空気銃撃たれるってことがほとんどないから、何を食らったか分かんなくて、おどおどするのかね。なんか一瞬戸惑う人多いよね。ということで、空気銃を広めていく委員会を作りたいですね。特に何もされないんだけど、ただ飛ばされるっていう。さあ行きましょうか。さあ、オレゴンにしてねえな。オレゴンにしないとね、なんか楽しく突っ込んできてくれる人がいないんだよな。あー、もうちょっと飛ばしすぎちゃったよ。飛ばしすぎちゃってってなんだよって話だけど、ちょっと飛ばしすぎちゃったね今ね。もうちょっと近距離に落ちてくんないと2発目が入らない。何、2発目って何って感じだけど。2発目入んねえと困っちゃうんだよな。いや、これ結構この
復帰部いいね。じゃあもうタイトル変えちゃおうか、復帰部銀河どこかで復帰部。でもさ、この武器考えて相当バカだよね。何を使わそうと思ってこれにしたんだろう。でまたジジイだよ。ほんとこれさ、これさ、もうあれね、ほんとね、エピックにしたらどんなに下手くそでもキル稼げるよ絶対。一回じいさん使ってみたいね。見えてんのかな、レーダー映っちゃってんのかな。でも何もしないでレーダーまで映っちゃうんだとしたら相当ずるいよね。これ意外とね、痛い。もう読み方がわら、ぶっ飛ぶね。ああそうか、ごめんごめんごめん、ちょっとチラッと見て木に見えちゃった。吹っ飛ぶね、吹っ飛ぶ。復帰部ってなんだよって感じだよね。いやーね、ほんとなんでしょうね、あれだよ、布団が吹っ飛んだんじゃないけど、もう寒い感じだね。銀河のとこで吹っ飛ぶ。でもそうしたら俺ずーっとこれ使ってなきゃいけないってことでしょ。地獄じゃない結構。あれ入んなかった、なんで。でもさ、この CA87 の改良型なのかな、なんだとしたら普通に考えたら一発で倒せないとおかしいよね。改良したんでしょ、改良したはずなのに余計性能が下がるっていう。味方に邪魔されて、やばい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 、行こう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 、やべ、これでやられちゃうんだよね、爆弾一発。さすがにこっから、あ、でもこっからが本番かな、吹っ飛ぶさん。これだからこれで吹っ飛ばしながら戦って倒して生き残るっていうのはもうね、なんでしょう、相当修行ですよ。楽しいんだけど。いやでもあの吹っ飛ぶ様面白いね、特にヒーロー吹っ飛ばしたいね今日。特に今日あたりジジイをやっときたいですよね。近づけねえんだよなこれ、ほんとさ、射程長くしてほしいよ。でしかもあれ発動しちゃうと多分360度なのかな、展開するの。どうも前方範囲だけじゃないっぽいんですよね。いやすごい辛いと思う。なんとかあのファッキンジジイに一発食らしたよね。でもね、あれを撃ったら終了だからな、すげえ難しいよね。しかもスペシャリストの何が困るかって体力がないから、ヘビーだったら何発か耐えられるとしても、もうねスペシャリスト一発なんですよ本当に。それが辛いよね。見えてんのかな、やっぱり向こう、それとも足音すごい聞いてんのか。これすげえね、思いっきり負けてんね。いや勝てないの分かってても突っ込もうぜ、つまんないから。これ一発だよ一発。一発ですよほんと。出てこないね、こっち。ここまで強いと、じいさんのエピックに感じたね。ね、射程長いしさ、まあね、ただ突っ込めば負けちゃうんだろうけど、じゃもう一個ぐらい守ろうよ。無理っぽいっすね。ということで終わりにしましょう。こうね、なんだろうね、あのオレゴンの何がいいかっていうと、とりあえず負けても突っ込む人が多いんですよね。でもアジアサーバーって結構突っ込まないんだよね、なんでなんだろうねこのさ、まあ、俺ももちろん突っ込まないとか突っ込まないけど、突っ込めないのか突っ込まないのかって結構でかくて、突っ込めないんだったらしょうがないけど、突っ込まないっていう選択取る人多いんですよね。
まあ、バカと釣りはいいってわけでもないのももちろんわかるんだけど、突っ込まないで後ろで文字を始めちゃうともうどうにもなんねえよみたいな。やべ、ヒーローいっぱい来たじゃん。やった、飛ばした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 、じいさん飛ばしたぞ。もう今日俺の仕事終わりだ。あれですね、じいさん飛べちゃうから、なんか吹っ飛ぶっていうよりもなんか後ろにふわっと行かれたみたいな感じでしたね。ただ多分あれ吹っ飛びましたね今ね。あのなんだろう、性能も面白さゼロだけど飛び方もめちゃくちゃつまんないねあいつ。何何、バトルタンクか。まあでもあれ工程が相当間抜けじゃねえとってやれないと思う。射程がまず全然足りないもんね、あれきついよ本当。バトルタンク壊そうかとりあえずのところは。逃げんの早いなバトルタンク。さあ行こう行こう行こう。バトルタンクが出てこなきゃね、どうでもいいんだけど。いる？いないよね。いる？いるな。何発だろう、3、4発？あのケツなのか正面なのかちょっと違うんですよね。完全に逃げたな。連射性が悪いんだよな。さあちょっと関係ねえところで戦いまくってますけど。いや死んで、ナイス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 。あとじいさんだけなんだよな。じじいすぐ逃げんねん。でもね、あれじいさん逃げないとどうにもなんねんだよな。だからこそ近づこう。あーくそーくそー、じじいたのに。多分あれ遠いんだよ若干。若干ですけど、あれ届かない距離なんだよな。目標あれですよね、最後ヒーローのとどめを刺したい、空気砲で。またいるよ。
はい、こいこいこいこ。まだいそう？早いな。なめんなよ。あの飛行機全く当たってねえと思うんだけど、まだいるね。ちょっと見てんな。狙えねえな、なかなか。ただバトルタンク始末しておきたいですね。早く早く早く。オフサー何やってんだよ。バトルタンク潰すと結構こっち側も有利になると思うんだけど。バトルタンク出まくりっすね。まだ来んじゃねえかな、バトルタンク。あー、めんどくせえ。はい、行きましょう。バトルタンク今のとこなし。あの飛行機うっとうしいね。やべ、お兄ちゃん来た。お兄ちゃん、あ、行っちゃってる向こう。いて、また来たよ、バトルタンク。しかもこいつあれじゃん、さっきのジジイじゃん。だやっぱりさ、エイム不要なのを使う人っていうのは、まあそういう傾向にあんのかな。いやー、これきついよ。もうちょっとあれだな、本当は光らせちゃいけないんだよね。まあ多分歩兵で出てきたら、うーんっていう感じなんだろうね。だからタバさん使ったら多分100超えできるよ、楽勝で。込み上がった。やっぱちょっと早いんだよな。まあそういう人が使えば強いんじゃない、もちろん。てかさ、向こうは何、こんだけ圧倒的優位性を築いて勝てないの。おお、やべえ、倒した倒した倒した。見た見た、ベータさん倒したの見た。皆さん、ベータさん倒しましたよ。いやー、ベータさんも後ろからパスパスやられると惨めでしたね。いやー、もう今日満足かもしんねえなー。オーバータイムが終わんないよ。あ、これ負けと終わりなのかな。いやー、ベーダーさんが倒されましたな。あー、負けちゃった。ねえ。もう向こうでベーダーやったあいつは、考え直した方がいいよ、ベーダー使うと。最後やったのは空気砲ですよ。いやー、ちょっと笑いましたね。だから接近できる状態であれば意外とね、面白い映像はいっぱい撮れるんですけど、なかなかね難しいですね。さあ、じゃあ日本サバ面白くねえんでやめよう。
だってほら、じいさん混ぜて82キロでしょ。微妙だよね、ピックなのに。あの凶悪なパワー持ってれば、なんでしょうね。100超えるだろ、普通にって思っちゃうけどな。ただおすしさんは愛着が湧かないキャラクターは使ってても何の楽しみもないんで、使った方がいいんだろうね。でも使えば弱点が分かるんだよね、きっとね。分かるんだと思うんだけど、なんだろうね、ベーやダーれさんばとみか。んなの前で使えればウィンチにできますねこれわら。ねえ、みんな集中砲火できるしね、倒れてる時に。だそういう混ぜ方なんだろうけど、問題はでも前に味方がいると空気砲は味方に当たって無効化されるんじゃないかっていう怖さですよね。2発しか撃てないので。てかさ、エピックまで持っていくんだったらせめて射程を上げるかさ、撃つ弾数増やしてほしい。増やしてほしいよね。何2発ってすげえ微妙。まあただ4発になったところで何ができるんだってさ、転がすのを4回できるってそれだけなんですけど、それでもさ、2発って微妙だよね。さあ仕切り直し入っていきましょうか。まあただね、あんだけ圧倒してても最後オーバータイムまで行かなきゃ勝てないチームだったっていうのは結構微妙だったのかもしれないね。やっぱ強いとかオーバータイムとか関係ないもんね。あっという間に終わっちゃうし。で、しかもボスク、ベーダー、おじいちゃん出てきたら、ヒロ押しで最初になだれ込んだらもうそのまま持っていけると思うんだけどな。意外とあれですよね、こっちの味方は粘りましたよね。さあ、ナブー、ただね、この空気砲ってホスかなんかで今日やった時はあれだったんだけど、意外と乱戦になっちゃうと流れ弾とかぴょんぴょんしてきてやれなくなっちゃうんだよね。逆に難しいとこですよね。あ、アサルトサーゼになっちゃいましたね。まあいいや、とりあえずこれでいきましょうか。やっぱオレゴンだよ、スナイパーで見てる人多すぎる。おお、これ一発も当たってねえの。ああ、一発ぐらい当たったのかな。もう、やっぱシルト強いね。やっぱこういう時にイオンを持ってった方がいいのかな。そうか、ヘビー多めの時はイオンショットをつけた方が、シールド剥がしも早くなるのかな。どうなんだろうね。あそこか、見てなかった。ここね、どかすんだよね、バトルドロイド。だから一瞬の確認だと結構見落としがちになっちゃいますね。あとカードはどうしたらいいのかな、結局わかんねえな、何が正解か。あ、やっぱ味方で殺される威力ダメじゃん。おう、飛んだよ。15かな、15なんだ、ダメージ。15ですね。確かアサルトって150じゃなかったっけ。150、200、200だとしたら結構あんの、ダメージ。でもそしたらもっと倒せるはずなんだけど、一体なんで俺なんだよ。これだからどうしたらいいんだろうね、味方と違う方向から空気銃撃たないと。
味方に当たっちゃうと味方で殺されちゃうんですね、威力は。やっぱすげえ難しいよこれ。少ないけどダメージあるんですね。あるっぽいですね。ダメージあるのにヘッドショット判定はねえのかな。てかさ、誰かディスラフター打たないの。あ、打つ努力はしてるんだ。だこれ負けんだぜほんとマジで。しかもさ、あれ打つモーション入ってないと思うんだけど、立ち上がりで。あれどう映ってんだろうね、すげえ不思議。立ち上がるときって同時打ちできんのかな、立ち上がりモーションと一緒に。てかな、このチーム勝てないでしょ。攻撃しないんだもんね、ディスラプターで。なんでなんだろう。さあ行こう。いるんだよな味方、いるな。どこにいんのこれ、すげえ不思議なんだけど。あ、バトルタンク壊したいですね。あ、やばいやばいやばい、バトルタンクいいんじゃん。横から撃たれて、もうほんと悲しい。大変なんだぞ飛ばすの。ただこれね、シールド持ちを倒すと漏れなく攻撃できないんですよね。シールド剥がれんでてやんの。だとにかく現状のまま吹っ飛ばすっぽいですね。おお、やっちったよ。なぜかね、俺ね、乗り物狙うときは結構覗いてないと当たんねえんだよな。雑打ちが通用しないですよね。だから光らせるしかない。にしてもさ、ちょっと味方前出てこなすぎじゃね。俺3キルで2だよ今こっち。がいいな今。下ですね。午後の部、夜の部はチーム引きが全然良くない。なんかどっかで音するな、バトルタンク。あー、あともう一つだったね。よー、来い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 。バトルタンク狩り行こうぜ、バトルタンク狩り。どこにいんだよ。なんだよ、回復されてんじゃんよ。チャージセントリー撃てよ、あれ。潰せたと思うんだけどな。ほんとさ、復活ポイント決められないから、狙いたい時に近くに行けないんだよね。まだ逆だよ、もうほんとマジで。この運の引きがなきゃダメってどういうことよ。あとチャージセントリーじゃねえや。来た、あー来てたんだ。畜生、味方とうまく噛み合わなすぎるな。イライラしてくる味方や。味方とね、あの相性がいいときは本当ただ動いてるだけでやりたい放題なんですけどね。そっちじゃねえよっていう味方ばっかだとうまくいかないですね、なかなか。あー、ジジイまでいた。くそ、エピックじゃなくてもこの距離だもんね。きついよやっぱ。
いやー、ボスクもう一回転がそうと思ったら前からヘビ出てきましたね。ボスクのこけ方も笑っちゃうな、おい。うんねえ。おーい、マジかよ。ボスク吹っ飛ばされて、ってなってたね。笑。ちょっと笑っちゃったよ、ボスクさん。ずるいよね、ボスク。ネタ提供がうますぎるよ。ボスクぐらい綺麗に飛んでくれるとね、面白いね。で、今度こっちなの、復活。ほんと復活ポイントさ、どうにかしてほしいよ。なんか飛んでる飛んでる。もう元々輸送やる気ねえのかな。なんかね、この人たち笑っちゃうよね。クラスター撃てるところでも撃たねえんだもん。なんでしょうね。とうとう俺が1位になっちゃったよ。もう弱え、ここ。話になんねえぐらい雑魚だな。マジかよ。ちょっと近年まれに見るひどさですね。ああ、もう戻んなきゃいけないんだ。何がそんな当たってる。いやー、煙がすごすぎて。痛い、死ぬ。ちょっとやっぱフラッシュがひどすぎるよ。またフラッシュかよ。もうやんだろこれ。フラッシュはマジでちょっと弱体した方がいいんじゃないの。当たんなかったですね、今。ダメだったかな。ちょっとフラッシュはなえるね、ほんと。長すぎるって一瞬でいいと思うんだけどな。あれだよね、ゆえにこのゲームメーカーには競技性っていうのは求められないよね。おお、相手なんだなんだなんだ。サーマル。いやでもやっぱ難しいよ、タボさん。リパルさん難しいよ、ほんと。なんかさ、あれ当たってないのみたいなことも多いからね。すぐそこにウーキーいたな。ウーキー転がしても何も面白くねえんだよな。あ、やっぱ今見てる感じだと一発誰か生贄で皇帝に技使わせて、その間に距離取ったチャージオセントリーが蜂の巣にしない限りやっぱ無理じゃないかな。てかマジでこっち弱えな。信じらんねえ噂発揮してるな。マジかよ。あ、とん飛んだ飛んだね。なんか飛んだ方向もおかしいね。吹っ飛ばした時の快感を求めての吹っ飛ぶですか。いやでもね、タボさん相当ストレスだよこれ。ストレスです。せめて味方がさ、普通に戦えるチームに入りたいよね。普通に戦えないチームで吹っ飛ばすって結構しんどいよ。バルト。帰ってこねえかな。行ったと見せかけて。え、嘘、あれ死ぬの？俺が。やはりストレスもたまりしたか、わら。なんかラグだね。やっぱストレスはね、なんだろうね、たまるよ。しょうがないんだけど。
だって味方がついてこないしさ、いるべきところにいないんだよ。すごいストレスたまり。た、なに？あー、ボスクか。だから、あれだよね。もう自分がちゃんとしたの出して、はっ倒してやろうかと思うんだけど、そしたらね、吹っ飛ばしできないしね、なかなか難しいよね。と思ってどうすんだよおい倒せなかった。やろう、味方よ。こもって勝てんだったらこもるんだよ。これあれだよね、じゃなきゃ吹っ飛ばし、ものすごい距離吹っ飛ばしてほしいよね、どうせなら。あ、終わっちゃったよ。あとはどうなんでしょうね、吹っ飛ばす角度ってあるのかね。要は頭狙って吹っ飛ばせば飛距離出るし、足元狙って吹っ飛ばせばその場で高く舞い上がるとか、そういうのあったら吹っ飛ばし方にも技が出るんでしょうけどね。なかなか難しいとこですね。味方くじ外れ引きましたね、わら。まあ野良だからね、それはしょうがない。しょうがないんだけど、まあ向こうからしてみたらね、お前吹っ飛ばしてばっかじゃんっていう話なんでしょうけど、でも吹っ飛ばして4位入ってるからね、その他何やってんのって話にはなっちゃいますな。これが難しいとこですね。6キルで4位、一体何をやってたのか。吹っ飛ばしてましたっていう吹っ飛ばしてましたね、4位っていうか、ただ向こうね、2万3000稼いで、こっちの1位が8600ですからね、全体的に終わってんな、多いみたいな感じなところありますね。さあ、どうしよっか、もう一回、部屋を変えるか、なかなか難しいとこですね。まあ、苗抜けするよね。苗抜けするのはわかるけど、じゃあちょっと俺たちも一回出るか、俺も一回出るかな。8はちょっと長いですね。あの、苗抜けするのはわかるんだけど、でも苗抜けする人って、大体下位の人たちだと思うんだよね。だから、なんでしょうね。あの、苗抜けをする人は少し考えてもらいたいってちょっと思います。味方が弱い、そりゃそうなんだけど、誰が悪いのか、誰が悪いのかっていうのもないですけどね、全体的に何が悪いのか考えて抜けるんだったらいいんですけど、ただ、吹っ飛ばし部に負けた人たちは相当やべぞっていうのはありますね。でも今のところはね、もう本当、あの、なんでディスプラフター打たねえのかなっていうのはありますよね。みんな任務を忘れちゃったかなみたいな、そういう部屋もあるっちゅうことっすな。でね、この吹っ飛ばしはね、ちょっとストライクとか少人数モードはさすがにいけないですね、迷惑がすごくて。倒せよーってとこ吹っ飛ばしいけないからね、さすがに。なので、ギャラクティックで大勢に紛れる。ナブ、またか。あ、ここあれじゃん、日本サバじゃんね。まあいっか、もうめんどくせえな。どこでもいいや。吹っ飛ばしやっていきましょう。あとサーバーを固定させてくんないですよね。ワンときはね、1回選んだサーバーって自分でもう1回変えない限りそのままだったんですけど、2はなぜか地元サーバーに1回1回戻されるんですよね。なんでなんでしょうね。だまず EA 自体がストレスをためさせるプロっちゃプロ。なんで当たり前のことできないのかなみたいな。だから誰もプレイしてないよ。本当テストプレイしてると思えないですよね、やっぱり1から見て。すごいですよね、ダイスって。自分たちが出したものを検証しようっていう気がない。もう俺絶対嫌だけどな。よし、行こう。あ、取ってくれるチームかな。早い。なんか最近この S5 流行ってんのかね。すごい使ってる人いるな。
何がいいんだろう。俺はすごい使いたくないけど、あれ音が嫌い。まずあれなんかスターウォーズ音じゃない、レーザー音じゃないんだよね。そんなとここだわなくていいよって話なんだろうけど、ブラグもそうですけど音がすごい嫌いなんだよな。違うね、バトルタンクだったら潰してやろうと思った。ここすごい大事なポイントになっちゃってるよ。おお、いっぱい来てる、いっぱい来てる。待ってても来てくんねえんだったら行くしかねえかな。もうちょっと気合い入れた方がいいと思う。俺がミスったとは言う。あー後ろ取られてんな、ね、やっぱ後ろから撃たれるよね。おう、ほせえな。そう、このディスラプターショットになって何がいいかっていうと、なんだろうね、周辺ダメージっていうのが一番でかいですね。ちゃんと狙わなくてよくなったって、これでかい。ただ威力が落ちたっていうところでどっちがいいのかなみたいなところありますけどね。瀕死だったの、ね、うわー、正確狙ってきますな。さあ行きましょうか、バトルタンクを潰さないと。まずは近くに敵もいますね。いや足んねえのかよ。真面目になってきちゃったな。おい、マジかよ。きついな、うまいな。すごいですね、ピンチになると急行してきますね。うめえな。跳ねすぎなんだよな、撃てもしねえし。もうちょっと跳ね抑えたいですね、これね。そんな威力強いったってね、もっとレート高いスナイパーライフに変えたら神経なもんですし、後半に来てやたらだな。なんかいるな、ヒーロー。あー、やっぱり武将が来てんだ。あれだね、レーダーでは見えてたけど、意外とあいつ足音ちっちゃいね。足音ちっちゃいの有利だな。ちょっと音量上げるか。足音結構聞こえる方だと思うんだけどね、ちょっと聞こえなかったね。来た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 。あ、鬼ちゃん中かよ。あいつ自由自在に動くな。吹っ飛ばしたいね。おい、やった、鬼ちゃんも倒した。あれだね、一回空気をね、時期になればヒーローなんとかなるかもしれないよ、みんなでやれば。ジジイも多分そうなんですよね。ヒーローダメージ増加とかやってくんねえかな。
おお、不発でしたね。出なかったな。まあやっぱ足音そんな聞こえねえな。さあ行こう。まあ日本サブ入るとね、やっぱ真ん中ぐらいになりますよね。さあ行こう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 。ああ、あ、おじいちゃん入んなかった。なんでね、たまにだといらないよね。でも今おじいちゃん全然だったね。なんでだろう、あの距離入らないかな。すごい絶好のエピックジジを吹っ飛ばすいい機会だったんですけど、もしかしたらふわふわできるか判定が入らないとか、それずるいな。何何、あー、これそうだったのか。見落とした、やっちまいましたな。あれ、今ずっと見ませんでしたね。なんかもビクともしてませんでした。あとはあまり混戦になるとこっちの判定が入んないのかもしれないですね。これすごい嫌なんだけどさ、どうしようもねえんだ。くっそー、どうにもなんねえな。どういう風にしたらいいんだろう。吹っ飛ばしたら一回転がって一瞬くっついてって、もう一回吹っ飛ばす。いやー無理だな、向こうが先に立ち上がっちゃうもんね。吹っ飛ばし、もうここで張り始めたら終わりだろう。あ、もういけませんでした。ジジイ、くっそ。なんか上に向けて打ったらより飛ばせるみたいなのあるんですかね。どうなんだろうね、ちょっとそこまで乱戦中に狙ってやれるかっていう。いいよね本当。でもジジイ、とりあえず打っとけで入っちゃうんだから。空気銃なんて確実に近づかねえと無理だってのによ。何この差。あ、ただね、あの守りの場合って奇数ないですからね、大いに死んで大いにいろんな検証ができるっていうふうに考えれば結構ね、あの悪くはないんですよね。もうこれさ、ほんとさ、フラッシュだけどうにかしてほしい。ゲームテンポめちゃくちゃ落としてるよ。あー、ジジイ今頃出てきたよ。これすごい距離届くよね、ほんとバカじゃねえのあれ。痛い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 、死ぬ死ぬ死ぬ。これ舐めすぎだほんとジジイは。いた、なんだなんだ。あ、自分のディスプラフターダメージ今のもしかして。嘘、これ接近で味方に当たると自分にダメージ入って死ぬの。長くなるんでしょ多分。たあとあれだね、あのダイオキシスは別にいいんだけど、発生源をマークしてほしい。投げた投げたね。全然わかんなすぎてすげえ困る。あ、やべ、これほんとさ全然吹っ飛ばないね。こうなると終わりだね。
今日ダメだね、引きが悪いね。乗り込め。あれ最後吹っ飛ばなかったぞ。あれですね、ちょっと吹っ飛ぶ距離がまだよくわかんないですね。あらあら、じいさんで負けちゃってるよ。まあ武器も強いからね。でも50なんだ。これからのおじいちゃんだろうね。まあ初めから100超えできないだろうけど、でもなんか一度おじいちゃん使ってなんかやれるようになったら下手くそになりそう。なんかすんげえ雑でいいからすごい下手くそになっちゃいそう。だからディスプラプターなんか、あの NT なんかそうだよね。あのつける前だと、なんでしょう、これもいくか。つける前だと、やっぱり頭狙っていかなきゃいけないみたいなのあったから、クイックショットなるべく早く最速で打つとかっていうのを意識してましたけど、ディスラプターつけてから別にみたいな。とりあえず銅付近に行けばあと爆発からダメージ入るしみたいな感じで打っちゃうと、いざ頭狙わなきゃいけないって時結構ミスりますからね。まあただ何回目かの配信でも言いましたけど、雑でいいものばっかり使ってると、まあそれが一番強いんですよこのゲームは。エイムいらずの雑打ちな武器ほど能力ほど強いんですけど、やっぱり他へ行った時も通用しなくなっちゃうかなって思うと、あんま使いたくないね俺は。このゲームだけ一生がやっていくっていうんだったらいいんだけど、他のゲーム多分やるからね、あまりなんか自分の腕が著しく落ちちゃうようなものは使いたくないかな。だからライトセーバー系を使わないのもそうなんです。他のゲームでライトセーバーなんか絶対使わないから、だからあんまりやりたくない。だから感覚がね全然違うんですよね、銃と感覚も違うし立ち回りも違うから、あれに慣れきると他のゲーム絶対やりにくくなっちゃうだろうなっていうのもあって、ああいう系のヒーローは使いたくないかなって感じですね。なんかライトセーバー系がねもっといろんなゲームで出てくればいいんだろうけど、ライトセーバーっていうだけあってね、スターウォーズぐらいしか出てこないですからね。さあやっていきましょうか。いや今日はねチーム引きが悪いな。ほんと息が合うチームってのはなかなか出会わないですね、こういう風にやってみると。夕方やった時はね結構いいチーム、まあちょっと暇すぎたかなっていうのありますけど、ワイワイ前に行ってくれるチームだったんで一緒に乗っていけれたんですけど、ワイワイ前に行かないチームで前に行こうとするとどうしてもスペシャリストはね蜂の巣にされますね一瞬で。いやでもあのおじいちゃんの能力はちょっと微妙だよね。隙があるんだろうけど、隙があるかどうかも壁越しとかだと分かんないしね。見て分かるんだったら、要はリロードしてるところが見れるとかね、モーションが入るとかだったら分かるんですけど、爺様は壁越しからやっちゃうとさすがに見えねえよバカって話になっちゃいますからね。さあではやっていきましょうか。今度はどんなチームに。あれだね、前線スペシャリストをやろうとすると余計チーム選ばないとダメになっちゃうね。
失敗難しいのかな。アサルトとかだったらあんま気にしないんだけどな、負けは負けでいいやみたいな感じなんだけど、スペシャリストでってなるとちょっとね、それだけじゃないよ。前に出る人が少ないとな、ほんと何もできないからね。来たかな。こっちにいないの。この距離やっぱダメ。この距離ダメか。ダメだよな。この距離ぐらいでね、吹っ飛べばね、もっとやれること増えてくると思うんだけど、この銃。ちょっとね、ポンコツなんですよね、射程も。ダメージ入んない割には近づけとか、すげえ無茶難題だと思うんだよな。いや、これ降りたとこ悪いね。そうなんだ。今日初めてここから降りてみましたけど、カウンター、バーカウンターの店員側に降りるのね、ここ。ってことは攻撃するまでに一回それを乗り越えていかなきゃいけないんだ。それはみんな降りねえな。なんで降りねえんだろうと思ってたけど、そういうことね。確かに降りたくねえわ、あれは。いやー、まあ途中参加だから仕方ないけど、ほんと弱いチームしか引かねえな。あ、ラグってんな。え、倒しちゃったの今の。なんだよ。入りたくても入れねえ敵だらけで。これせめて2発で倒せるとかね、そういう仕様だったらいいのにね。マジで吹っ飛ばすだけなんだよな。何これ、吹っ飛ばして逃げるのが普通なのかな。じゃあ行きましょうか。まあ、ただガラ空きゾーンは分かりましたね、大体。でこの味方はどうせガラ空きゾーンじゃないところから行きたがるんだろうね。なんでなんだろうね、不思議だよね。これぐらいしかできねえんだよな、こいつ。ダメあれ。あれ後ろにいたんだ。見えなかった。クリアリングミスですね。あ、ちょっとあそこくぼみがあんのかな。あんな広くなかったと思うんだけど、間取り。最高。やっぱあれだよね、同一方向に複数飛ばして NT の範囲で焼くのが一番良さげですよね。もっと消極的に言えば、リバルさんを足早くしてほしいから。それはあるね。でも多分そんなこと言ったって家は全然やんねえよ、そんなこと。だ、やられちゃったんだ。あ、しかも最後の一発当たってねえし。これでもさ、リパルサーはさ、テストしたら何がダメかって5分で分かると思う。何がダメだって言われたら全部ダメだもん。なんでこれ用意したのみたいな。疑うレベルぐらいダメだよね、これ。てか引きすぎじゃない、こっちの味方。典型的な負けチームな気がするんだけど、いくらなんでも引きすぎでしょ。あー、くそ、吹っ飛ばしたのにな。
これ単独でやってないからほんとダメージがどれぐらいどこに入ってるのかわかんないね。足元結構入んのかな。なわけねえか。なんか足の骨折れるぐらいやってほしいけどな。さあ ATST 狩りしないといけないですね。ただなマンパワーで負けてっかんな。そういう問題じゃねえよって感じですよね。おお、何飛んできた。あ、パラララってやつかな。あとエフェクトもさ、すごいケチるよね。なんかあれ榴弾発射してるはずなんだよな。見せろよ、逃げるから。かまってらんねえな。 SE 来たぞ。いたあー、グレネードランチャーって今出ましたね。あ、じゃあさっきなんだろう、グレネードランチャーロケットか。でもロケット出てないけどね。これだけで終わるんだからさ、さっさと始末しようぜ。うわ、まだいる。だ、俺が殴られんのかよ、後ろ向いてるやつに。殴り適当だな。あんなとこにいるとは思いませんでしたね。いや、まずチームがねえな。固まってると殺される。さっきと同じやつだな。いやー、 これさ、違う方向飛ばれるとすげえ迷う。すげえ迷う。同じ方向飛ばしてほしい。そこら辺のなんか演算処理は結構ちゃんとできてそうっすね。くそ、同じ方向飛べよ、頼むから。ま、はい、来い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 。でーな。わあ、いたんだ、見えねえ。この自然迷彩マジでやめてほしい。見えねえよ。行こうぜ行こうぜ。やっぱちょっとカードは考えもんだな。これがいいとは思えねえな。どっかに ATST いるね。あ、ミスっちゃったよ。どっか行っちゃうんだもん。バレましたね。もうちょっと粘ってよ、さっきの。やっぱ ATST は背中ですね。背中狙うと結構ゴリゴリ減りますね。さあ、どう考えても弾抜けしてる時ある気がするんだよな。どんな感じ？目出さないんだ。すごい勢い飛んでったんだけどな。でもあれ今さ、飛ばしちゃうと占拠しなきゃいけねえエリアにアシストする形になって、ちょっとあんま良くなかったね。ああ、終わっちゃったよ。俺サインはちょっとやっぱ弱いよな。なんか今日ちょっとやっぱりチームの引きが良くないね。あの、こっち出てこいよ、こっち出てこいよ。逃げられちゃった。結構減ったね、今。
ただ後ろからも撃ってたからな、ちょっと撃たないでほしいな。兵士によってダメージが違うのかな、ちょっと難しいとこですね。これがね、オンラインでの やりながらは難しいとこですよね。いろんな味方が撃っちゃうから正確にどれぐらい入ってるかがよくわからんみたいな。どこで何やってんの。いるね、なんかいるよ。なんだなんだ、すげえいて。うわ重い。どこに何がいる。ねえ、おアイデンさんじゃん。あいつマジでわかんねえ。あいつマジいっぱいにしか見えねえ。アイデンさんあんなとこに何やってんでしょうね。めちゃくちゃ役立たずじゃん。ただ今の外回りコースってうまくやりゃ敵中に入れないで済むんじゃないかな。ちょっとこんなとこあんの知らなかった。外周防御できんじゃんね。ボーバーがどっかにいるんだよ。そろそろ降りてくると思うんだけど。あれ、ボーバーさん、うっそー、ボーバーさん今入んなかった。あとねこれそう、今の入んなかったのも気になってたんですけど、感度高いとデータが追いついてないっぽいんだよな。何やってんの、何やってんのレイヤーは。ベーダーさん焦げてさ、焦げてんだけどさ、味方が逃げちゃったよ。この扉はね結構厄介ですよね。扉の向こうに何があるかっていう問題もあるし。ああもうこれ頑張れねえな。もうだってソロ出てきちゃったもんね、ダメじゃんね。いやー痛い。でもあれだよね、ヒーローを使う人はいい加減自覚してほしいけど、あそこまで交代するんだったらお前才能ねえから変われって話だと思うんだよね。それになんだろうねえ、俺が死んだら困るだろっていうわけではないので、決してヒーローは君が死んだら誰かが交代するっていうレベルが2ですからね。なのでぜひ交代して、ああ俺には無理だなと思うんだったらさっさと死んでいただいて、待ってるヒーローに次を渡してほしいですね。でもワンからそうですけど、なんでソロとレイヤーって子守キャラになっちゃうんだろうね。もったいないもったいないと思うんだよな。特にねレイヤーなんて使い方によってはすごい化けそうなもんですけどね。さあ次攻め、もうこのチームで攻めはちょっともうあれいろいろモヤモヤしますね。大丈夫かな。さあ行きましょうか。これどうしようかな。クイックチャージってさ、もう意味ねえ気がしてきたな。使って使ってみたら使ってみるほど、あ違うのに変えようかな。何がいいんだろう。まあそうするとやっぱこれですかね。これにしましょう。クイックチャージで、そこまで空気銃が快適に回せるかさ、回せないね。
本当でもタバさんさ、釘銃さ、10秒から5秒でよくない？リチャージ。なんでこんな30何秒もかけんだろうね。もうこれ、絶対家入れたはいいけど、これ使わねえなって分かってくからこれにしたような気がするんだよな。スティンガーピストルもそうだよね。あんなひどい性能いらないよね。枠の無駄遣いだと思う。最高。ヴァンガード使って突っ込んでくるアサルトがいないもんね。まずもう終わってると思うよ、それだけで。そうなんですよ、30秒長すぎですよね。長いよね。全然性能見合ってないと思うんだけど。2発目が入んなかった、飛びすぎて。やっぱこれ引きつけねえとさ、2発目入んねえな、さすがに。うまくね、来てくれたんだけどね。あと持ち替えが早ければね、吹っ飛んでる最中に NT ぶっ放して優位性を築くとかできるんだけど、全然そんなこともないしね。うわー、空気銃撃ったのに。ヴァンガード優先なの？空気銃の優先度が低すぎる。多分ね、射程的にはなんだろう、ヴァンガードでワンショットワンキルできる距離なんだと思うんだよな。でもそれ不利だよね、対ヴァンガードと接した時。あ、中にいっぱいいるの。こっちから行けないの？あ、行けるよ。行けねえじゃん。なんだここ。あ、上から撃ってんのね。なるほど。いやー、ちくしょう、ちょうどどっちにもいけねえとこだったな。ねえ、でもスペシャリストはさ、常に足早でいいと思うんだけど。だってこれ一度取られたらそうそう逃げ切れないよ。ほんとさ、この体力100って何なんだろうね。どういういじめでこれが成立するんだろう。って、もう、一発撃たれたら即死、瀕死だよ、瀕死。ああ、怖い怖い。あ、開くの？開かねえの？開かねえのかい。おお。これすんげえ硬いんだよな。なんであんな丸見えない。あれ硬いんだろうね。すげえ不思議なんだけど。あれさ、一撃死でもいいと思うんだよね。だって半身丸見えだぜ。ここ入るとダメなんだ。すんげえ吹っ飛んだなこれ。あぶな。4しかないよ。こんなしょぼい戦いやっても死にそうなんだよ。よいしょ、これこっち行こう。こっち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 。どっから来んだよこれ敵。もう殴っても行かなきゃいけないとか大変すぎんだろこのゲーム。後ろから来てんの。マジでこれぐらい頼みますよ本当。
このレーダーもさ、立体にしてほしいよね。1回、2回あるんだから。下手したら3回まであるんだぜ、このゲーム。なんで2次元の点なんだよ。ほんとよ。わかるわけねえだろ、そんなレーダーでって思うんだけどな。これ、兵隊からクレーム出ないんですかね。もうちょっと、細かく表示してもらえないですかね。わ、重い。めちゃくちゃ重いじゃん。で、しかもあっという間に残り10。あれ、レイヤー効かないじゃん。ダメでしたね、レイヤー。入ってないのかな。いや、でも今の入ったよね。ヒーローに対してリパルサーはクリティカルヒット並みの命中しないと吹っ飛ばないってことかな。いやー、近づきたかったのに。いや、しんどいですね。ということで、タボさん、ちょっとリパルサーやめていいですかね。いい加減なんか、イラッとしてくる。あまりにもこっちのキル数少なすぎるよ。ほんと。次どこだろう。指令センター。指令センターってなんだっけな。忘れちゃいましたね。さすがに辛いですか。わら。大丈夫ですよ。いや、やりたいんだけど、やりたいんだけど、味方がいなきゃできねえよっていう話。しかもスター嫌いか。俺嫌いなんだよな、ここ。俺が一番辛いよ。味方がいなきゃ成立しねえのに味方来ねえよっていうね。で、盛大に抜けるでしょ。少しは自分たちのせいだと思ってほしいよ。どうしよっか。でもこここそスペシャリスト必要だね。ロードキラーがいるから。くっそ、やめてえのによ。ロードキラーをやろうとしてもな、どうせ味方が出てこねえんだよな。もうすげえ悩ましいよね。一番使ってほしいのは基地みたいなとこで落とせるとこです。ああ、第二デススターかな。ね、ちょっとここ一回これで行こう。で、もう味方が出てこないんだったら考え直す。行こう。いや、どうせ味方は出てこないの知ってるけどさ。やめよ。こっち行こう、こっち。このヴァンガードついていきたいね、できれば。あおお、ほんと耐性ねえな、お前。少し耐えろよ。どうしようかな。ちょっとこれでいくか。ああ、間違えた。これでいきましょうか。どう行こうか。これだけだぞ、やるの。やべ、下手になりすぎてる。ででででででで。
いや、ほんとさ、このフラッシュはマジで修正してほしい。打ち毛でここまで長いフラッシュ見たことねえよ。打ち毛やめさせる気かったのに、わー止められてきた。なんでそんなとこで打ってんだ、いい加減しろよ。来てくれてんだよね、こっち。1人来てんだけどさ、他が全く役立たずってどういうことよ。左行ってくれてんだったらいいんだけど、ほんとこのゲームさ、1人か2人できるやつがいれば同じだよね。もう死にたくねえから後ろこもるんだったら、もう戦場来んなって言いたくなる。キャ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 、あとやべ、炎砲先来た。いやー、炎砲先来ちゃったよ。いやー、もうちょっと頑張ってほしいっすね。ほんとね、1人頑張ってくれてるアサルトいるから、あのアサルトと一緒に崩していくしかねえんだろうけど。やべ、死ぬ。おう、向こうスナイプ多いね。マジでヘタれてねえだ、前行けよ。ナイスナイスナイス。おおおおおお。どこどこどこ。あ、ここ入れるんだ。さあ行こう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 。さあ行こう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 。まだ乗り物乗ってるやつらいるよ。マジかよ。なんか引き戻されるの。向かう間ね、空回りしてるね。戻るべきとこで戻んねんだ。戻るときは戻った方がいいと思うよ。あのクソファッキンマシンはどこ行ったよ。まだいるのあれ。え、来い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 。これだけやんけ、頑張ろうぜ。やべ、後ろから来てる。
ちゃ逃げていくの早いな。ナイスレイヤー。ただレイヤーさん攻撃できない俺が。パズちゃんがいた。パズちゃんがなんか横にいるよ。横ダメんだよ。こいつあれか、後ろでチラチラスナイプやってたやつか。早く行こうぜ、早く行こうぜ。ここ開けたらすげえいっぱいいるんだろうな。いない。なんかいたね。やばいのいるね。やばいの。やべ、固められた。くそ、固められちゃうとどうにもなんねえな。一瞬いけるかと思ったんだけどね。はい、行こう。こっからが問題っすよね。これ外回りしようよ、外回り。ここでみんなで行ったら奇数あっという間に変じゃねえかな。いいよね、何も考えないで目標にしか行かないっていうのがまた美味しいっすよ。他にこの人数相手できねえぞ。おお、揺れちゃいましたね。なんだよここ、そんだけ出てくんだよ。リスポイントだったんですかね。まあだいぶ稼がせてもらったけど、おい、こんなとこ来たくねえんだよっていう。しかもイオンショットがやっぱ倒すのが遅いんだよな。いやー、すげえ声、すげえ声、すげえ声、痛い痛い痛い。ヨーダ上で何やってんのかな、マジで。あれだね、転職だよね、もう。人がオーバーライドやって降りてこないヨーダなんて転職だよ、もう。
あのヨーダアホなのかなってちょっと思っちゃうけど、そうなもんなんだよねオンラインゲームって。フィン何やってんだよ、ふざけんなマジで。なんであんなのがヒーロー使ってるかマジでわかんねえよ。やべ、ヒーロー来た。これ近くにいてくれた方がゲージの上がり早いんだよね。知らないでしょみんな、知らないでしょ。近くにいてくれるとありがたいんだよね。もう来ちゃったんじゃないかな。痛い。もう味方が誰もいないというクソさ加減、ほんとマジでよ。何なんだよこいつら。あれですね、分かってる、さっきのアサルトいてくれたらまだいいんだけど、何なんだろうね、どこ行くんだろうね、人がオーバーライドで動けねえっつう時に。信じられねえなこの味方。特にフィンの使いなさっぷり半端ないですね。うわ、エンフォーサー回復しちゃったよ。いやマジでさ、何でもいいけどオーバーライト周辺固めようよ。やべ終わる。スカイウォーカーさんあと3で終わりますよ。いやそんなことよりオーバーライトしに行こう今。オッケー、オッケー、ナイスナイスナイス。おお、勝ちましたね。いやでもね、ほんとね、オンライン不思議だよね。オーバーライドを守ることがこのゲームで一番大事なはずなのに、どっか行っちゃうんだよ。なんでそこどっか行っちゃうんだよみたいな。死にたくないからどっか行きますって、それ言い始めたオーバーライドなんかみんなやりたくないっていう。もうね、なんでしょうね、いろんな考えがあるんだなとは思いますけど、まあただやっぱイラッとはしますよね。さあ次が守り、守りだからどうしようか、空気銃使ってく、一回勝ったし。いや本当ね、本当逃げないでほしい、特にヒーロー。一人で突っ込んでってね、どうにもなんねえで逃げてくんないんですけどね、一般兵いるのにお前は逃げるのかみたいな、そんな感じはちょっと悲しいですね。いやでも本当ね、このゲームはお前が逃げてどうするっていうの多いですよね。このレンジャー入ったか、長えな。さあやっていきましょう。いやーちょっとだけストレス解消できた。ガッツ。まあ定番としてはやっぱこっちでしょうね。あ、そろそろ。The best part is set。来たよ来たよ。これやられんの？なんで？
コンテナどこ行ったんだよコンテナ。さあ分かりましたね、あそこに出たところにスナイパー部隊が、あのスナイパー出てくることあんのかな。すごい不思議でしたけど、一応いる。だから補給の方も見とかないといけない。まあただね、お前マジで言ってんの、いつまでそこしゃがんでんだよ。よしよしオッケーオッケー。いた、これ勝てるな。向こうスナイパー多すぎだろ。これいけそうですね。でお前スペシャリストで対抗しようなんてアホなことを考えるのはよろしくない。向こうスペシャリスト部隊ばっかだからこっちアサルドで切り込んでいくんでしょうよ。あ、結構早いね。まあみんなでまとめてやったからかな。なんか TL のセカンダリー持ってんな。よっしゃー、いてて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 。ポンと入るといいっすね。やっぱちょっと1回は勝っとかないと負の連鎖が始まるな。やっぱ勝つことは大事ですね。最高、いこういこういこう、レッツゴーレッツゴーレッツゴだってね。出てこねえな。よしよしよし、おお、いやでもロードキラーを倒すだけで結構楽になっていくもんだね。ただパフンパフンができねえなこれや。困ったぞってや、この速さ常時で欲しいよな本当。そうしたらもうちょっとだけスペシャリスト行きそうだけど。おお、投手打ち。OK、ガチャオ。勝てましたね。
F4 さん強いんだな。ててててて。まあ、A4 さんもね、極めれば強いと思うんだけど、使いたいけど、やっぱり合わないんだね。どうしても強くならないんだよな。さあ、やっぱり負け続けるより、勝っといた方が気分的にも調子よくなってくるので、ちょっと負け続けた場合、あれですね、兵士を変えて、勝ちに貢献する形で、一回は勝っといた方がいいですね。いやー、ほんと辛かった。負け続けるのはやっぱ辛いですね。さあ、ヤビン。ヤビンね、どうしよっか。いい加減な、これはもういらないかな。攻め、ひとまずアサルトで行った方がいいかもしれないですね。多分ファーストラウンドでスペシャリストはちょっとね、距離感的に合わない。さあ行きましょうか。アサルトの中堅どころが揃いました。ゴー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 。来てんの。うん、やーくそ、一人目が遅すぎた。あ、しかも同士打ち判定なんだ。はい、こい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 こ。それそれすご。ちょっと引っかかっちゃった。なんだかな、止められないっすな。いやー、やられちゃった。真ん中行かれるのが一番やだな。これやれちゃうんだ。みんな勝てなおい。
さあ次が左か。まあまあ左はいいや、潰されても。なんでこんな宇宙弱いんだこの人たち。さどこよ、全然見えねえ。ちょっとイライラすんな。頼むよ味方よ。 ATST 出してない状態で負けるのはかなり恥だよ。恥あーマジで。止めらんないですね。誰かレーダー使ってくんねえかな。いる位置がよくわかんねえぞ。あー潰されちゃった。スペシャリストーレーダー使え。重いな。なんでこんなとこ置かれてんだよ。囲まれてるすでに。どこで何やってんだ味方は。全然わかんねえぞ。あはー。チャージプラネットコーンヤード。これだけじゃないか。いやーなんだよ、誰も止めんこねえよ。なんだなんだこいつらマジで。止めに来なきゃこのゲーム先進まれちゃうぞ。一体何を考えてるんだ君たちは。ダメですね、もう訳が分かんねえ。おいチームデスマッチやってんじゃねえんだからよ。何考えてんだ味方は。ほんと悲しいですね。ルールを理解してほしい。チームデスマッチなんて言った覚え一個もねえんだけどな。どこだどこだ、はい、なんか来てんなヒーロー。ジジイだ。いや行ってどこ。あーこれか。じゃあスペシャリスト持ってくるか。あもうほんとさ、なんでしょうね、こっちはなんですけど、あれもできねえこれもできねえで何ができんの。もうこれ最終決戦に備えるしかねえと思うんだけどな。まず敵を倒すのか ATSC を倒すのかどっちかぐらいやれっていう、そんな危機的状況ですね。あーじじ早くんの。くっ
そう、TST 狩りしてんのにヒーロー来たよ。で、あと味方のチリの速さがすごい。あ、くそ、もう追いつかない。どこだ、SST。いた。買った、これだ。やべ、ボスクか、これ。ナイス。ATSC 来てんな。うわー、すげえ振り向きの速さ。何あれ今の。あんな速いの可能なの。なんかガクガクってした瞬間こっちブワンと振り向いたけど、あの反応速度出せるんだ。ちょっと覚えとく。あれはやばかったですね。最高。あれ取られそうじゃん。なんなの本当。味方じゃん。あれボスクどっかにいると思うんだけど。あ、死ぬ死ぬ。あ、こっち行けねえんだ。頑張れ、ウキ。おー、うそー、ダメなのヨーダーじゃねえや。パルパティン、俺今撃ったけど。やっぱゼロ距離じゃないと無理だね、ヒーローは。それか背中オンリーなのかな。なわけねえと思うんだけどな。でも普通に入る距離で入らないですね。なぜなのか。いった。ちょっと振り向きもうちょっと遅くしてほしかったですね。いやー、マラソン大会が大変だ。ATSC は？お、潰れたか？じゃあ、あと追い出すだけだな。いいぞいいぞ。あ、終わっちゃった。お疲れちゃんでした。いやでも本当あれですね、おじじ様にドラえもんの空気を与えるのはなかなかしんどいですね。理想としてはね、ちゃんとボフンってやってこけるっていうところまでですけど、なかなかそれができないんだよな。じじいがね、360度防衛できちゃってるのがね、これ大変なんだよ。さあ次が攻め。攻めどうしよっかな。攻めスペシャリストで言ったらなんか確実に負けそうな気がするんだよな。ちょっとファーストフェイズはちょっと真面目にいきましょうか。多分ファーストフェイズはね、無理だと思うんだよな。あの使いどころもあんまないんですよね、実は。そこまで接近しないっていうオチなので、ちょっとアサルトでいきましょうか。
余裕があればね、スペシャリスト出してもいいんだと思うんですけど、多分ね、ファーストフェーズは接近するにはするにしても混戦になってろくな思いしないんじゃないかな。だからやっぱあれですね、吹っ飛ぶで遊んでいくのはいいんですけど、場所選ばないとストレスマッハになって切れそうになっちゃう感じですね。バンガトスが何人かいるんでありがたい。本当最近バンガードで突入するアサルトがどれぐらいいるかで勝負決まる気がするんだよ。よく見てたね、今。前だけ見てるかと思ったけど、結構目利きますね。ただ、真ん中そんなにいねえな。何やってんの、これ。ああ、なるほどね。いやー、そこハマるか。そこ足取られちゃうのかよ。でもこれ死んででも真ん中ちょっとちゃちゃ入りしていきたいですね。そうすればサイド取れんじゃねえかな。じゃなきゃ真面目に西を潰すか。西潰しちゃうとな、その後真ん中攻略しづらいですよね。おお、ああ、こっちにもいたんだ。さあ、どうしましょう。真ん中潰したいけど、真ん中潰したくない、こっちの味方がいっぱいいる。怖いのは分かるんだけどさ、それは十分分かるんだけど、ここさ、ちょっとくぼみが多すぎるよ、やたら。うおー、これ負けした。多分真ん中潰せねえな。止められるよね。なんかバカトスはバカトスでいいんだけどさ、ちょっとその脳筋を少し1ミリぐらいでいいから使ってほしいんですよね。あ、バカトツは大好きだけど、あまりにもバカすぎる突撃はバカって言われちゃうんだよ。周り固めろって、味方来てんのによ。ああ、なるほどね。やっぱ四方固めてますね。ただ一回起動しちゃえば真ん中で見てくれるスナがいれば、当たればね、いけると思うんだよな。あそこ最悪だよね、ボタンの位置。ボタンレイアウトを考えたやつは絶対死んだ方がいい。もうめちゃくちゃ。なるほどね、あの隅っこってたまれるんだよね。知らなかったわ。よしよしよし。ちょっと力押し感がすごいですけど、突破しました。ほんとここさ、死ぬの恐れたら絶対ヤビに勝てないと思うんだけど。このゲームやってて死ぬの怖いとかって言ってる人の気が知れねえよ。死んでなんぼだし、オフィサーがバフかければそんな大ダメージになんねえだろ。
ですね、ミスった。そのミスが命取りになる。見えねえんだよ。ラグがすごいな。おい、ちょっと中入ってくれよ。1って俺だろこれ。なんで入らねえのマジで。かけよう、かけよう。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、いくぞ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 。ATST はどこ行った？ ATST の支援が欲しいんだけど。ここで爆発すんな、 ATST。 俺死ぬから。最高。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと戦いが終わるぞ。なんかね、一回突っ込んじゃえばね、なんだいけるんだって言ってみんな来るんだよ。だから突っ込もうぜ。特にアサルトなんてね、突っ込まないやつアサルトやめるぐらいの距離ですからね。外ぽえ、ご苦労。中行ってくるぜ。オッケーオッケー、このジャングルで止まると死ぬぞ。おお、あれこれ負けたの？マジで？最高。最終ですかね、スペシャリストここ出すなら。ここはちょっと広すぎるよ。痛い痛い痛い。つのめったよ。さあ行こう行こう行こう。ヒーローは、あ、ベータさん来てんね。いいんじゃない、いいんじゃない。いやー、もう
イラつく。あそこ絶対いるな。あそこよく見るな。さあ行こう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 。オーバーライドしに行こうよ。これ飛行機とかはね地味に邪魔なんですよね。これ味方？味方だ。味方か敵かが分かんない。こっちにもヒーローがいるんですね。待って出れねえな。あそこにいたのかソロ。これスナイパーでやれねえかな。ちょっとやりましょうか。あんなわけわかんねえとこいいんだったら見えんだろうよ。あと ATSC 溶かしてればいいのにね。何やってんの ATSC は。あれかな、対 ATST 兵器が出すぎてて前に前進できないってやつか。二人揃っていでねね、二人揃って吹っ飛んだ。お前だけじゃねえんだよ、プッシュできるの。なめんなよ。おお、だいぶ減らしたんだけどな。あと一発でしたね。あと一発入れたら勝てそうだったんだけどな。もうちょっと開けてる場所が良かったです。ただスカイウォーカーにはプッシュ返しをしときったんで大満足。後ろにいるよ。あくそ見余ったよ。やっぱ姿確認してからじゃない、辛いですね。こっちはね倒してからがキルできるところなんで辛いですね、いろいろ。はい、来い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 。ナイス。やべえ、ウキに怒った。こんな分かりやすいところじゃダメか。見通していいとこだと結構入りますね。何なんだろうな、入らないとき全然近くても入らないな。はい、こい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 。いい練習場だな。意外とここいい練習場かもしれないですね、射程の問題とか。ガンシップ、ここでガンシップか。なかなかやるな。ガンシップ潰そう。なんだよ、何が当たったんだ。潰れたかな。どいてどいてどいて。
え、何？まだガンシップいるの？あ、いるんだ。あ、なんだよ。ここほんと見えねえな、ガンシップ。いや、ミスりましたね。ガンシップをちゃんと抹殺しておくべきだった。絶対下手こきましたね。ガンシップやり損じた。さあ次はどこかな。まあ互角ぐらいなんですかね、スコア見てると。さあナブどうしよっかな。どうしましょうね。ナブ難しいな。まずスペシャリストでいこうか。さあ行きましょう。Let's go. こっちがガンシップ出せる側です。行こう。バレたね。おう。 これやられちゃうんだもんな、ほんと。あと50あれば。で、今度こっちなのか。もう、この配置転換が一番ストレスたまんな。もう一回同じところ行きてえのにさ。遅いよ発射が。でもね、今あそこに思いっきり強打したからクリティカルダメージ入っててもいいと思うんだけど。さあ行きましょう。なんかすごい急速に接近してきてるよ。いやー、マジかよ。タイミング悪いっすね。で、やっぱり今んとこ入んないんだ。さっきもあれぐらいの距離だと思ったんだけどな。なんでしょうね、この距離。すごいなんか雑。まあそうなっちゃうよね。もうちょっとだったのか。体力出ねえかわかんねえな。で、こっち全然打てないのか。100。まあでもここでね、潰せるってことはほぼないですからね。
まあ、完全にここを捨てるっていうのもありっちゃありなんだけど、うわ巻き戻された。さあやりましょう。ゼロ、まだゼロなんだ。一発も来てないの俺。ポンポツか。バトルタンクどこいんだよ。あ、逃げられちゃった。あんなとこに。あれ、バトルタンク。なんか近くにいるね、やっぱり。ねえ、サンドコンドかよ。間違えて一発撃っちゃってたっていうのがちょっとショックですね。バトルタンクまず潰さねえと。間違えた。味方よ、援護してくれたまえよ。いやー、オーバーヒートしちゃった。悔しい。潰れた？お、潰れた潰れた。あれちょっとずるいな、やっぱり立ち上がってねえよまだ。おお、間に合わねえ。ああ、なんだよ、くそ。来てたのか。もうちょっと音の強調欲しいですね。みんなどこに向けて何を撃ってるんだ。バトルタンクがどっかにいるんだよな。
ねえ、マジで生えなくんの。これ一撃はちょっとねえよ。すごいっすね、同じショット関係なのになんでこんな差が出るのかな。行きましょうか。もう大変だよ、このゲーム。お、何あれ、上来れんの？びっくりした。あれ、こっちから来てる？あれ？何これ？聞かないじゃん。あー、そうなんだ、これ。エリア外で撃つとダメなんだ。何それ、ひでえ話だね。これ出るのめちゃくちゃ勇気いるんだけど。痛い。エリア外はダメなんですね。ダメっぽいね、エリア外。あんなに近くでバンバン撃ったのに何も反応しないってことは、エリア外でのリパルサはダメ。てかリパルサだけさ、いろいろ条件つきすぎじゃない？弱えし。どういうことなの？あ、じいさんこけたじゃん。もうちょっとはっきりこけるの見たいね。こけるね、じいさん。今膝ついてたから多分そうだと思うんだよな。ちゃんとこけるっていう物証が欲しいですね。こけてたよね、多分。ちょっとオフィサー邪魔だよ。もう横の敵やんねんだったらどっか行ってくれよ。でしかも味方が地味にかぶってても貫通ある程度はするっぽいかな。あ、ここにいたんだ。うぜえこいつ。人がせっかくスポーンっていっぱい飛ばしたのに。飛ばす身にもなってほしい。あそこなんで爆弾ぽいって一発やんないんだろう。そうすれば飛ぶと思うんだけどね。あ、くそー、固められたか。あの金魚の糞にやられるのが一番嫌だ。でもさ、一気に消し飛ばすのは気持ちいいけどさ、じゃあスカイウォーカー使えばいいじゃんって話だけどね。ルーク使えばできるよ。1しか残ってねえよ。ちゃうかな。お、やったね。いやー、もう爆弾か。
なるほどね、ボスがいいんだ。でもあんな引きこもったボスクじゃ自利品じゃね。皇帝いるな、皇帝こけさせてな。いやーくそー、さあお兄ちゃんだいぶ減らしたと思うんだけど。ウキーよ、いいように遊ばれてたな。でもね、無駄に生きるよりもやられてでもいいから、ああいう強敵を倒してほしいですよね。それこそがウキーの使命だ。いやー、なかなか思うようにスポーンっていかないね。ここ意外と飛ばせねえんだよな。さあ、こい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 こ、残り15キル頑張ろうぜ。気持ちいいスポーン1回ぐらい、もう1回ぐらいやりたい。たこうねー、インフィルを使った時に解除するボタンをいつもね、空気順にしちゃうんだよね。あー、めんどくせ。直感的じゃねえんだこのゲーム、いちいち何でもかんでもそう。あ、終わっちゃうじゃん。ベータさん1回ぐらいスポーンってやりたかったのに。残念でごちゃありましたね。しょうがないね、これも時の運ってやつですな。いやでもやっぱりね、スペシャリストで遊んでいく、まあ何で遊んでもそうですけど、ちょっと勝っとかないとダメね。負け続けて笑いながらできるほど俺はまだできてないってことがね、分かりました。なのでちょっと負け込んできたら一回空調への切り替えに慣れすぎましたね。そうですね、慣れすぎちゃいましたね。だからね、負け込んできたら1回はアサルトでも何でもいいから出して勝っとかないとダメね。そうじゃないと荒れる。死ねばいいのにとか荒れる。だ、出てこない味方は本当出てこないけどね。だから出てって戦えるような装備で1回行って出ることはそんなに怖くないっていうのを見せないとダメね。さあ次が攻め側ですね。どうしよっか、スペシャリストでいく。ちょっとやめよう。このラウンドね、スペシャリストで言っても役に立たないと思うんだよな。特に今回バトルタンクいないですからね。だったらちょっと前半で気持ちよくスパスパ稼いどいて、後半空気砲で遊びましょうか。あれ見てると破壊されるってことはおそらくないと思うんだよね。せやな。いや見えねえな。今でも一発も当たってねえんだ。これがねあるんですよね、この高低差利用されると。
レブラーが結構ブレるから前に当たっちゃう。こういう時だけだけ前に当たっちゃうんだよな。腹立つよね。よく考えたらすげえムカつくな。おお、ダメか。今度こっちかよ。大西そうだけど戦績上げない人前からしか行かないっていうのやめた方がいいと思うんだよね。いろいろ品変えてやってみりゃいいのにね。ナイス援護、ナイス援護。ナイス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 。グッジョブグッジョブ。さすがにこれは無理だな。さあバトルタンクグループが来ましたね。さあ行こう行こう行こう、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。止まるな止まるな。右が弱えよ右が。何やってんだよ右よ。これダメか。そこで前転だよね。あそこで前転が出せないのが自分の未熟さなり。え、こい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 こ。撃たれちゃうね。ナイスナイスナイス。回れ回れ回れ回り込む回り込む。でもバレたぞこれで。くそ最後の最後は足りねえな。四方八方から攻めるんだ。
こい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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。いや、ここいいよ。こっちから来るか。ナイスナイスナイス。鬼ちゃんいるからもうこっちは完封かな。鬼ちゃんすげえな、エリア外をバリバリいってんぞ。なんかやりすぎな気がする。そろそろスペシャリストかな。お？そうだね。Okay, good job.Good job. おお、撃てたんだ。今投げてたけどね。投げてたけど。やっぱね、前出てくる人たちと組むと楽だね。やりやすい、めちゃくちゃ。いやー、前に出てこないチーム本当ストレスだな。おう、ダメ。これどっち突っ込むか最初決めとかないとダメかな。できればね、この奥に突っ込みたいんですよね。じゃあ行きましょうか。おー早いね。中行こうよ中。いやーダメだったか。今ね、2人同時行けなかったのが範囲ですね。2人同時行けたら前突っ込でパスパス打って終わったんだけど。前だよね、他から見たら何であいつあれ持ってきてんの。さあ行こう行こう行こう、レッツゴーレッツゴー。すごいんだけど。なんだ今の。なんかすごいことになってたよ。今向こうの味方、敵ちゃんさ、俺が吹っ飛ばして、その吹っ飛ばして空中に舞ったところで多分ベーダーに捕まったんじゃないかな。あれ笑っちったよ。空中飛んでるとこでネック食らって、で最後死んだっていう、すげえ悲しい感じでしたね。
タレット壊れた。でも面白かった。次ボバ、あーどうしようか。あ、疲れちゃった。ダメね、やっぱり。まあでもあれだね、連続で使っちゃダメね。他の人にも使ってもらいましょう。パズちゃん面白いな。ファズちゃんやっぱバトン使った後終わるね。でしかもファズでけえからさ。ねえ。痛い。空中でベーダーさんに引き渡すはちょっと面白かったな。さあ行きましょう。でもちょっと遊んでばっかいると、あれなんかアサルトになってんの、なんでだ。なんかすごいすごい、なんかバンガードで稼がせていただいた。違う違う、スペシャリスト、スペシャリスト。今んとこね、空気砲だったらすごい面白い絵撮れたと思うんだけどな。なんでこういう時にアサルト持ってきちゃうんだよ。ほんと残念ですね。来た、横から出てきちゃったか。これでもう一回と思ったんだけど。でいい加減さ、いい加減ちょっと真面目にやんないと突破できなくなるよ。何やってんだよこれ。武器届かないね、やっぱりこれ。課金キャラかそうじゃないかで飛ぶあれが違うかもしれない。あれ一般だとあそこ飛べると思うんだよな。飛べるってなんだよって話だけど、この人たちなんでこんなバカとっつんの。何でもいいけどこっちから行けばいいじゃんね。おお、ウキいた。でもウキ一人でしょ、倒せんじゃないの。押し切って逆取ればいいのにね。なんでこれオーバーライド真正面からしか行かないっていう感じになってるの。マジでバカなの。あ、やべ。てか真ん中取りゃいいじゃん。あ、これ負けたね。これ負けんのはかなりもやあるな。じじい、ちょっと早く行かないとやべえぞ。開いちゃいましたね。ちょっとあれだね、こっちの味方が単細胞すぎんな。サイド固めしてサイド真正面サイドいろいろ行けばいいのに、正面からじゃあねえ、そう、もろバレすると思うんだけど。これがね、面白いとこですよね。勝てる試合を真正面突にこだわって負けるって。40キルか、少ないね。さあどうしようかな。デルタ全勝基地、これやって終わりにしましょうか。もうなんか疲れてきたな、いい加減。あの勝ち逃すのは相当こっちはいろいろ反省会だよね。左残ったのは別に構わないと思うんだけど、右取って左になだれ込むとかっていうルート確保すればいいのに、左真正面からしか行かないって、うん、それは勝てないよって感じっすな。さあホスね、ホス、今のアタックをかますチームだとするとホスはだいぶ厳しいことになりそうですね。どうしようかな、最初からスペシャリスト行きましょうか。まあ本当ね、なんか不思議ですよね。真正面から戦わなきゃいけないよっていうルールはないんだけど、なぜか真正面からしか行かないっていう。
あれも多分そのチームの流れなんですよね。みんな早くなだれ込めで、早くなだれ込みすぎて真正面からしか行かないみたいな。その場に応じた対応が必要なんですけどね。あのバカとつるんでも、バカとつ、だからバカとつって言葉が良くないのかな。考えとつをやろうっていう感じですかね。そら相手も人間だからね、あまりにもバカとつりゃそらやられるわって感じになっちゃいますね。まあでも面白いですね、そういうのも見れる。破壊者側ですね。なのでバフンバフンするよりもちょっと AT-AT を打っていくような形でできたらいいけど、誰かランチャー取りに来るのかな。いたね、いたんだけど、ここさ丸見えすぎてね。いやーこれ死んだよ。あれ倒したはずのオフィサーがまたいる。オフィサーがまた出てきたのかな。あ、そうだ、ちょっとエアスピーダー残ってたらやってみようかな。飛行機がね苦手なんですよね。いやこれロケットまで行けないってやつ。またヘタレチームに戻っちゃったか。おい、頼むぜ。いった。え、なんで死亡したのこれ。死んじゃない。漠然と死亡したらちょっと勘弁してほしいんだけどな。これエアスピーダーでどうやってやるんだろうね。ちょっと AT-AT に近づいてみましょうか。あ、敵がいるな。何も出ねえけど、なんか条件あんのかな。いやーない。え、ない。これどうやってやんの。あ、これでいけんのかな、もしかして。いや何も出ねえんだけど、何これ。なんか条件あんの。これだってアフターバーナーでしょ。どうやってやんのよ、ぐるぐる。いや違う。何これ、どうやってやんの。全然わかんない、どうやってやんのよ。あ、これ味方じゃん。ある程度減らさなきゃダメとか。あ、カードなの。あ、可能性あるよね。なるほど、カードか。じゃあダメじゃんね。どうしよっか。やりたい人いるかな。譲る。味方だね、譲ろう。なるほどね、カードか。確かにカード持ってねえわ。いた AT-AT に狙われてる。いた、ミッキー飛んだよ。これ今回ってオービタルの範囲出さないの。うん、ほんとクソゲーじゃない。オービタルの範囲いくらい出してる。ありえるね。ちょっと終わったら見ましょうか。なるほどね、カードか。確かに、そしたら押すボタン出てくるもんね。それは考えてなかった。やっぱりそうなっちゃうよね。ただあいつは俺を倒すよりもロケットぶっ放すやつを倒さないと意味ねえと思うよこれ。ああ、どうかな、削りはできないか。あれ、なんだよ、またスペシャリストじゃなくなってるよ。もう本当勘弁してほしい。
はいか、じゃあやるか。このゲームさ、意識してねえときに兵種変わっちゃうの、本当勘弁してほしい。射程外のところにロケット置いとくなよ。本当腹立つ。撃てる寸前なのに。まあいい仕事しますね。でもこう見るとさ、本当あれなんだね、 ATAT を ATAT とか ATST を狩るやつっていないんだね、ほとんど。逃げられた。とどめ。なんかいるよ。なんだ、なんか撃たれてるんだけど。なんだ、見えない中に撃たれてるさ。ボスクが下手な時に限って空気銃がねえんだよ。あのボスク絶対空気銃でやれたな。なんでやねんたんじゃ。これダメ。そんな首曲がる、あれ。結構真下あたりって首曲がんない気がするんだけどな。ほんといい加減このゲームは復活位置をさ決めさせてほしいよ。終わっちゃったよ、早いな。うわ、剣ダメージ、いやー、ボスクいいんじゃん、ボスク。にゃー、くそー、邪魔すんだ、これボスクやれんな。このボスクだったらやれる。なんかあれだよね、おたけびを上げようとしてるとこいけん、ボスンとかやられるとか、ほんと間抜けだよね。あらあらあら、大切なお仕事を逃しちゃった。さあどうしよっか、どうしよっか、どこで空気銃大会やろっか。あ、そうだ、出ちゃダメなんだ、リパルさん。すげえ条件きついな。出ちゃダメとか地獄じゃない？やめなさい。これ来てんのボスクじゃない？ボスクだ、ボスク。どう？ボスク小傷さっぽいけど。しょぼいヒーローほどあれだね、リパルサー受けるとどっか行くね、一旦。あ、入られてんじゃん。あれ、こっちレイヤー守ってなかった？何やってんの？お帰りください。
追い出し成功です。大丈夫か俺。ちょっとあれだな、俺が言っても何もできない。おお。どうしたボスク、かっ飛んできたぞボスクが。びっくりしたわ。なんだよあいつ、何考えてんだよって。あのボスク下手なのに生き残るね。面白いあいつ。なんだよあいつよ。なんで吹っ飛びながら出てくんだよ。何これ、怖いよあの出方は。なんで吹っ飛んだんだろうあいつ。ねえあいつ何なんだよ。あれ、あーやっぱそうだよ、これ有料キャラと一般じゃ絶対リパルさんの距離違う。これずるいよね。あの距離入らないわけないもん。おい、ボスキンちゃん、ボスキンちゃん、ボスキンちゃん。どこ行くんだよ。どこ行くんだよ、ボスク。飛んでった。これ負けんの。てかさ、こっちどうした、なんでこんな引きこもってる。あれ、ここで終わりじゃなかったっけ、ホスって。守り下手くそだな、出ればいいのにね前。 なんで後ろこもってんの。でしかもボスクなんてあれ前出てきたら瞬殺されると思うんだけど。ボスクだって優秀だよ。いやーほんとちょっとさー、クソオフィサー邪魔しないでほしい。お前はなんか変な強いやつと戦ってフィン来た。でもなんか今さら来ても遅い気がするんだよ。ちょっと俺の空気銃大会を邪魔しないでほしいな。なんか近くにいるよ。いやほんとこの銃はさ絶対勝てるのにさ、1連射するたんびにその間が遅すぎる。負けたし。信じらんねえぐらいこのチーム防御下手くそだな。どうした、なんでそんな下手。なんかあれだね、恐ろしさすら感じるね。あ、そっか、ホスは最後3箇所か。で、あのボスク生きてんでしょ多分。あんな、なんで生き残れんだろうね。めちゃめちゃ下手くそじゃんね。まあいいや、やることねえな。あそこ突破してくんないとさ。あ、突破してきそうじゃない。どこどこどこ、あ、奥か。あー、ボスケ、くそー。ボスクさん来んなら来るって言ってくださいよ。つまんないからデスちゃん飛ばしに行こうとしちゃったよ。にしてもさ、ちょっとこっち守り超下手くそじゃない。でヒーローが引きこもりすぎなんだよ、尋常じゃねえぐらい。どこどこどこ、アベダさん。いや俺行きたいんだけど、行きたいんだけど。おめえ俺に首絞めてどこ行くんだよ。この野郎、首だけ絞めて逃げんじゃねえよ。
だめだね。チャージドセントリーがひどすぎてやることがね。ここ落とせるね。ここら辺で戦えれば。あ、来たじゃん。お兄ちゃん来たじゃん。お兄ちゃん。あ、一個壊されそうじゃん。ああ、こんなとこだったら一個壊れそうだよ。なんかあれだね、オフィサーなのに随分すごいチキン的な戦い方するな。あ、スカイウォーカー使ってみようか。スカイウォーカーとか思われるんだろうな。そうだよね、スカイ、と思っちゃうよね。すぐ死ぬから大丈夫だよ。ヒーロー落としたいですね。落としたいね、ヒーローね。俺一回ボバさんで落とされたことあったっけな。屈辱だよ。すごい悔しいよ。でも何やれたか全然わかんないよ。バビュン。これさ、スカイウォーカーってどうしたらいいの今の。わかんねえんだけど。なんかビリビリ食らって何もできなかったよ。それともあれ防御すれば、いやいけないと思うんだよな。やっぱジジ強いね。まあ短期でいっちゃいけないんだろうけど、でもスカイウォーカーの周りにね人がいたところで全部ビリビリ食らっちゃうからね、あれすげえ謎なんだけど。いやもうほんとこのフラッシュがさ全てを台無しにしてるよこのゲーム。おい3人ボフンしたとこであれだね、ちょっと厳しいね。うん、おじいちゃんはね強いと思うよ本当。なんか弱点あんだろうけどわかんねえんだもん。ただねこっちから行けるんだよ。あれベーダーさん、ベーダーさん引っかかんなかったんだけど。ベーダーさん防御したら大丈夫なの。ベーダーさんは、ベーダーさんめっちゃすごい勢いで逃げてったけど。ベーダーさん防御したら吹っ飛ばねえのかよ。こんなアホな話あんの。あ、来た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 。あーベーダーさんもう一回やりたかったな。あー勝ちましたね、お疲れさんでした。いやーちょっとやっぱね、あの今のところ吹っ飛ばして超楽しいのがボバフェットとベーダーさんとボスクだね。あの3人は面白い。であれだよね、やっぱりそのじいさんを完全にこけさせるのと、あとはボバさん飛び始めたとこでボフンして撃墜してみたいよね。それができたらもうこのゲームお腹いっぱいかなって感じになりそうだけど、なかなかできねえなこれ。条件が厳しいね。さあじゃあラストやっていきましょうか。帝国側で、帝国側ボスク一番好きだなわら。ボスクね可愛いよね。こけ方が。さあやっていきましょうか。
いやでも5分は難しいよ、ほんと。入んねえとき入んねえしね、どんなに近くても。いや、なんでなんだろうな。あとは、だからやっぱり、そのポイント制キャラに関しては、ゼロ距離射程ぐらいで撃たないと確実性が本当にないね。普通に入るでしょっていう距離で撃ったところで、中ね、吹っ飛びもしなかったね。あれショックだよね。めっちゃ命がけで近づいて吹っ飛ばそうとしてるのに。いいよ、何考えてんだろうね。俺だって EA の社員でリファルサーで一般ユーザー吹っ飛ばせるやつっていねえんじゃねえかと思うんだよな。それぐらいね、リファルサーは使っててしんどいよ。リファルサーマジでやべえよ。どいて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 。そう、どこ？タレットか。だね、ちょっと飛ばしすぎちゃったね。やっぱもっと近くで飛ばさないとダメだね。引きつけて引きつけてって、でもあれ以上引きつけたらね、相手スペシャリスト以外だと多分発動されて終わりなんだよな。大体なんだよ、リパルサーで引きつけて引きつけてって、舐めてんのかって話だけど。あ、ここダメ？いけないって。もう山越えたら向こう側だぜ、今度。やっぱこの距離ダメだね。レボンスカン。いや、ほんとさ、ダメージほとんど入んねえんだから、飛距離ぐらい出してほしいよな。だから自衛になんないんですよね、リパルサーは。距離が近すぎて。で、このゲーム、高レート至上主義なので、近いってことは瞬殺されるっていうことでございまして、こんな風にね。満足に近づけないよ。やっぱちょっと1ラウンド目は厳しいね。どうしたらいいんだろう。裏も取りづれしさ、1ラウンド目ってすんげえやりづれえよ。ちょっと怖えのがあれだな。落とされねえか、大丈夫。あ、そうだ、忘れてた。このチーム守り下手なんだよな。なんだよ、接近してこいよこの野郎。あー、もうほんとマジで人がせっかくよ当てりゃいたね。いや、もうチラ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 恥じるってんじゃねえ。男らしくドドド打ってこいよ。めんどくせえな、チラチラ撃ってんじゃねえ。痛い。あれ、どこにいたんだ。見えませんでしたな。これさ、大丈夫？負けちゃわない？やたらめったら撃たれてんだけど、全然そんな上げてないの。上げていこうよ。ほんとか、爆弾耐性ねえな。しかもナゲッツさん全然見えねえ。爆弾期待マークもこのゲーム出さないね、そういえば。
ある意味さ、すげえクソカジュアルゲーなのにすげえスパルタゲーなんだよ。行きましょうか。こっちだっけな、わかんねえんだよなこのトーク。あ、これ負けんじゃない、マジで。混戦の中に行きたいのに。いやほんとさ、その距離リパルサ撃てないって。どうしようかタボさん、スペシャリストやめとく、これ負けんじゃねえかな。いやーちょっと前線上げる気ねえのかな。なんか向こうにやられたい放題じゃない。でどこにいんの、あそこにいたんだ、見えねえよ。どうすか、ちょっとアサルトで前線上げましょうか。遊べないよこのままじゃ。どれどれ、10、全体的に読めない。こんなチキンチームに負けるのがすごいな。切り替えた方がいいかもですね。切り替える。さあここね、めっちゃいいようにやられてんじゃん。早く行くぞ行くぞ、上げろ上げろ。いや間に合わない間に合わない。あーくそ間に合わねえ。どこいんのよ敵は。いいや、ちょっとあれはほっとこう。こっちにもう一発いるよ、もう一発。あ、遠いな、あれ間に合わねえよ。おい、ミサイルやり行けよ。なんなんだよ、ほんと。端っこばっかにいんな、こいつら。ふぅ、こいこい。あ、大変希少なもん食らいましたね。多分スティンガーピストルじゃないかあれ。なんとか到達しそうかな。ちょっとジャンプで距離稼がないと無理だな。ちょっとマジで味方よ。おい撃たねえぞ。このねロケットマンね、リロードした時撃たなくなんだよね。やば、チラ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 後ろずってんじゃねえよ。いて飛行機切るまで来ちゃいましたね。間に合うかな、間に合うか。まずちょっと味方が不甲斐なさすぎる。よし、なんとか次につなげた。なんとか次につなげたけど、ちょっとね。何？え、自爆特攻されたってこと？全然わかんないんだけど。あ、ジジイ来た。エピックジジイか？どうなんだ？エピックジジイかい？俺がフォースプッシュをくれてやろうっつってどこ行くんだよ。ここ入ろうよ。またなんか正面特攻バカでやられそうな気がするんだけど大丈夫かな？
じいさんさ、狭いとこの制圧力半端ないんだから、狭いとこ行きゃいいのにね。大丈夫？やられたっぽくね。あ、やべ、またアサルトにしちゃったよ。おー、レイだよ、レイ。多分これは突破できないな。ジジイがどこにいるかによるけど、ジジイはもう死亡したんじゃないだろうか。あの馬いい加減降りろよ、意味ねえよ。行った。上だ。おい、行くぞ行くぞ、入ろうぜ早く。何やってんだよこんなとこで。まあでも何てあるだろう、こんなとこでキルを減らしてる。奇数を大事にしようよ。いって、切り替えがうまくいかね。ああ、こいつあれか、さっきの飛行機やろうか。レイヤーはね、ためがすごいっす。鬼のように強いんだよな。じゃあ ATS で降りろよ、もういらねえよ。どうせレイヤー一人もやれねえだろうよ。じゃあそこいないでくんねえかな、邪魔くせえ。あと3人、あっちにもいるね。痛い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 。ああ、ギリギリ壁がある。レイヤー奥にいるよ、奥。いや、やらしてこういうとこ。どうしよっか、こっちレイヤーいいんだよな、向こうは。あ、いるね。あ、真ん中に張ってんな。いった。あ、あそこにいるな。なんであれウーキーかな。多分こっちなんだよな、いる。邪魔だよ馬、ふざけんなよ。まだいる？まだいる？本当に？いるか？見えねえけど。そこに。おい、ウーキーが飛ばねえ。くそ。なんだよこのウーキー。2発入れて飛ばねえぞ。いや、大変残念なお知らせでしたね。あそこでウーキー今飛ばせてたらな、もうちょっと変わったと思うんだけど。ボバベット、いけボバさん。なになに、あー、レイヤーか。これレイヤー倒せねえとこっちねえな。やれるとしたらボバしかいないと思うんだよな、今。ボバのロケットでものすごい減らせると思うから、そのタイミングでみんなで一斉攻撃だけど、あそこで飛んでるボバだったら多分無理だ。早く行こうよ、なんで待ってんだよデス。おめえのその体力どう使うんだよ。あ、終わっちゃいましたね。The rebel fleet is fueled. Our mission has failed.
あれですね、体力自慢のデスがあそこでしゃがんでたらもうダメだよ。体力自慢のデスがあそこ行ってスペシャリストがそれよりも前に行くってすごい地獄だと思うんだよな。さあじゃあ終わりにしましょうか。いや残念でしたね。まあまあでも今日勝てた試合もあったからまあまあよいいとしましょう。にしてもさ、さっさと打って中入ろうよ。あんなとこでひたすら打ち合いしたってさ、敵補充されて絶対無理だと思うんだよな。まあいろんな人がいるってことですね。いや確かに奇数減らすのは良くないのは分かるんだけど、あんなとこで奇数減らすぐらいだったら負けるんだからさっさと奇数減らして終わらした方がいいよ。なかなか難しいですね。どうしようか。絶望の丘やりたいな。今日は全然一回もやってないですね。やろう。なんかそんなこと言ってだらだら長くなるけどやろう。まあそうなるよね。絶望の丘ちゃんアサルトで行こう。さあまず絶望の丘はあれですね、絶望、自分たちにとって絶望なのか希望なのかどっちなんだって話ですけど、さっきの負け方見ると絶望だよね。行こう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 。おヘビ多いな。よし急いさ行こうぜ行こうぜ。 Be careful じゃねえんだよ。行くぞほら。あ、この上にいんだよ。あやっぱ来たか。まあただオフィサー軍団ここで抑えちゃえば一瞬だけでも安らぎはあると思う。きっと今ちょびっとだけ希望の丘になったと思う。アサルトはねあそこまで行ってまず丘をボコボコにされないようにした方がいいと思うんだけどね。入っちゃったよ。エンフォーサー呼ばれる前にさどうにかしないとやべえと思うんだよな。ちょっと待って、どっから来てんだレーダー。おめえなんだよバイナキラーってふざけんじゃねえよマジで。あ、いってるいってる。なめんなよオフィサー。もうちょっともうちょっと出てて、多分またオフィサー来んな。うん、やっぱ見てますね。ただ正面は多分ここアサルト上2人ぐらいいればいいと思うんだけど、他は正面見させないように動かないと正面のチャージ戦取り祭りでこっちが不利になっちゃうと思うんだよね。ちょっとどいて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 。いやまだいるってことか。やろう。おオフィサーいるよ。オフィサーチュンチュン、オフィサーがいる。少なくともあのオフィサー一人は無能になったぞ。ちょっとここはもう任せよう。いるな。次行きましょう。次少なくともやつは使えねえ。
何入られてんだよ、真ん中取られてんじゃんよ。いやーちょっと回復使ってねえじゃん。なんだよこれ、ほんと回復使うタイミングが押しまくってんのにな。さあみんな希望の丘にしよう。いやーちょっと入られちゃってんじゃんよ、相当溜まってたもんね。右側重点的にやるか、左側から右アタックしないと。ウキはウキ、いやーこっち抑えられてんじゃん。あ、ダメージ入ってないね。ほんとこっちのチームはさ、なんだろうね、この打たれ弱さ。なんだ、もうあれか、引き下がってんのか。根性が足りねえ、根性が。引き下がんじゃねえ、おひさ。なんで当たってねえんだ、あれ。さあどうせすぐ逃げる。おお勝ちましたね、お疲れちゃんです。いやーヒーローいないとやばかったね。あの3位の空の人は何やってたんだろう、全然わかんねえんだけど。いやもうほんとかわいそうだよね、多分活躍したからポイント取ってんだろうけど、どこにないやつか全然わかんねえんだ。レイとね、あのレイヤ姫は見つけましたけど、空って何や、なんかやってたのかな。さあ最後絶望の丘もう一回ですね。つらいな、つらいな、ここつらいな、ほんと。何なんでしょうね。でもこれで勝ったから、多分こっち側のチームの人たちは多少いけるかもしれないオーラが出てくると思うんだけど、ただね、さっきは何だろう、なんていうのかな、どうしようかな、何に行こうか、たまには押しされていくか、最後ぐらい。攻めて勝ってたのに負けで、守りで負けこくってわけのわかんない状態でしたんで、どうでしょうね、勝てるかな。守り上手、攻めベタとかありますからね、チームによって。やっぱ一番気になっちゃうのは、一度ちょっと崩されかけた時に立て直しが、ヒーローがいなきゃ無理だったのが気になるかな。こっちヒーロー出しにくいんだよ。行こうぜ行こうぜ。君らね、今重ねたって戦場で役に立たないじゃない。ポイント稼ぐのはいいんだけど、もうちょっと実務的な稼ぎ方してほしいですよね。でオフィサーなので、なるべくここに絡むような形で入っていきたい。いやオフィサー向こうも多いね。横取り、なんかダメージ入んねえな、バレた。
入んねえな。あ、横いたか。早いな、くんな。どうしよっかな、ちょっと合わねえ気がするな。どうしようかな、ちょっと迷いどころですね。オフィサープレゼンスをかけたいんだけど、いねえんじゃな。バトルコマンドかけたいけど、忍者どうしようもねえんだよな。アサルトが足んねえのかな。おめえら何やってんだよ、こんなとこでよ。バイノキュラー見たり舐めてんのかよ、ほんと。やめよ、これダメだ、勝てねえ。どうしようもねえな、攻めベタですね、完全に。完全に中に入って死にたくないみたいな。ヘタレチームだな。誰かが入って死ななきゃ勝てねえんだよ。ね、横を完全に抑えられてる感じですかね。おお、今の死なない。あー、そっか、それでチャージオセントリーが低いんだ。あれか、向こうオフィス。ああ、そうか、わかった。スペシャリストが多いんだ。ダメだ、勝てない。スペシャリスト多いの無理だよ。何考えてんだよ。スペシャリストでそんな倒せんのかよ。いや、こうなっちゃうんだよね。こん中入れば強いんだよ。こん中入れへんだよな。どうしよっかな。バサルトで切り込みますか。頼む、初心者。何でもいいけど、こいつ本当どうしようもね。共有されてないよ、ほとんど。早く掃除しようよ、こんなところ。あ、当たってないんだけど。見えない見えない、何も見えない。いやー、痛い。何でもいいから入ってほしい。アサルトで全員で飛び込むか、チャージオセントリー撃ちまくるんだ。チャージオセントリー隊がいるんであれば、ここでやることはもう一つですよ。アサルト隊は決死で入っていく。いや、行って見えねえ。これ他にどっかないのかな、安全地帯。あ、ダメだな、勝てねえな。まあお互いいい勝負してるんですからね。いやー、炎鵬さんもうちょっとカード揃えてえな。柔らけえな。やっぱエンフォーサーも混じんなきゃダメなんだよね。短期特攻はちょっと無理ですね。あー、終わっちゃったですね。やっぱ完全なる攻めベタですね。いやー、ここでバイノキュラーはマジでいらねえと思うんだよな。
バイノキュラ持ってきてるやつら役立ってると思ってんのかな。まあやりたいことやりゃいいんじゃないのと思うんですけどね。勝ち点だったらそれじゃねえよみたいな。もう、地獄。しょうがない。そういう日もあるってことですね。放棄された反乱軍基地ってなんだっけ？もしかして多保さんが見たいところ？これが。もう放棄された反乱軍基地っ最後て。にスピーダーのカード見て終わります。あ、そうだね。そうしよっか。ちょっと待って。ここが、でも放棄された反乱軍基地ってスターキラー基地じゃなかったっけ？ちょっとこれだけ見ていきましょうか。なんか多分見たいって言ってたとこ全然見てない。あ、クレイト？クレイトじゃないもんね。いや、終わりにしよう。あ、クレイトって放棄された反乱軍基地なんだ。放棄されてんの、あれ。そうなんだ、知らなかった。そうね、スピーダー見ようか。あ、ぐるぐるは何でできるのか知りたいよね。いや、でももうちょっとね、死にたくないのは分かんないけど、とっつってくれるといいんだけどな。でもね、始めたての頃で、本当は何だっけ、記念の丘だっけな、あれ。本当の名前、記念の丘ですね。記念の丘は、多分あんまりね、勝ちチームとかに入るケースも少ないと思うんですよ。だから、何していいか分かんないっていうのはね、正直分かる。俺もそうだった。ほんとね、何していいか分かんないんだよね、あそこ。どこ行ってもできるから。ちょっと待ってね、タバさん、開けさせて。パラ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 。だからこそ、飛び込んでほしい。はい、全部いりません。はい。すごいね、ほぼダブったね。ダースモールも使わねえからな。さあ、ラス1ですかね、開けられるの。パラパラパラ。ほんとさ、ね、ダブリカードばっかだよね。うーん、ダブった。よし、もう一回できる。すごいよね、見事にダブるんだよ、このゲーム。なんでこんなダブるんだろうね。あ、ファズちゃんすごいの来た。いや、いらない。いらない。ポーンキラーだって。ちょっとファズちゃんの見して。これバトン系のカードだよな。絶対いらねえだろう。バトンで倒すなんてありえないよ。ファズちゃん、初めての青カードが。そうだよ。バトンストライクで敵を倒すごとに5秒間バトンストライクのリチャージ速度が増加するって、いらねえわ、ほんと。リチャージなんて上がったって使いたくねえわっていう。おい、ファズマのカードは地獄だよね。あ、そうだ。スピーダー見ようか。なんじゃそらって感じだね。どれどれ？どれどれ？タクティカルジャマー、これじゃねえな。戦隊強化、これじゃねえな。これじゃねえな。オフェンススピードアップ。ない。ん？ないよ。ぐるぐるってどうやってやるの？ないよ、タボさん。カードないよ。ダメージ増加だもん。冷却が早まる。これじゃないしね。あれ？ん？これのこと言ってんだよね。これだよね。エアスピードのマーク出てるもんね。モーションスキャンとアフターバーナーのリチャージ時間を短縮する。ない。敵ミサイルが自分をロックするのにかかる時間が延びる。ない。 ないんだけならたらどうしたらいいんだ。ど。どうしたらいいんでしょうね。スターファイターに一時的なスピードブーストだもんね。大きなダメージを与える。これじゃないもんね。一時的にメインウェポンがオーバーヒートしなくなる。わかりません。ないです。後部には極めて頑丈なトゥーケーブルがつながれたハープンガンを備えている。あ、もし、違うよね。何これ、何で撃つの？わかんないんだけど。
次回のお楽しみ。いやもうやりたくないけど、だハープンガンはあるらしいですよどうやって使うか知らないけど、前だとなんだっけ、三角だっけ四角だっけ、なんかで撃つよね。まあそのうちまた機会があったらスピーダー使ってみましょうか。まあただとりあえずないカードはということで、もう4時間ぐらいやってることになるんで終わりにしましょう。いやー今日はねちょっと文句が多かったんですけども、やっぱりね人間勝たないとどんどん人間として腐っていくので、ある程度ね遊ぶにしても、5分で遊ぶにしても勝ちが必要だっていうことが今日分かりました。また一つ少しだけ人間がね良くなったかなと思います。次回は、今日ほど愚痴が出ないように文句が出ないように頑張りたいなと思うんですけども、まあ味方野良はね、あの味方次第でやれることやれないことってすごい大きく出てくるので、そうっすね、気長にやるのがね、あの長く続けるコツかなと思います。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でしたね。たあの俺みたいにすぐブチって切れてるとちょっと長続きしないゲームかなと思うので、これから始める方は気長にのんびり遊んでみてくださいということで、本日は PS4 版のスターウォーズバトルフロント2、オンラインですね、ギャラクティックアサルトで、なんだっけ名前忘れちったやん、もうなんだっけあれあれなんだっけ、スペシャリストか、スペシャリストでリパルサーキャノンですね、リパルサーキャノンで、遊んでいくということで、最近ハマってますね。ボフンボフンでこけさせて NT で倒していくという、なんかすごい地味な作業だったんですけども、なかなかやってみるとねテクニカルで面白い、そしてストレスがものすごくたまる、よくわからないゲームになるという、そんな感じで遊んでみました。また気が向いたら配信の方していきたいと思います。興味があればご覧いただければと思いますし、ぜひ遊んでみていただければと思います。それではまた次回どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。